はい、皆さんこんにちは、うちでございます。ユーロトラックシミュレーター2やっていきましょうと。さてさてと、イベントがあったんでしょうけども、多分私ペース悪いからね、追いついてないと思うんですけども、さて、はい、あ、まだ来ないかい、あらら、はい、来ましたね。今私オーストラリアのオーストリアリンツにいますね。さあ、荷物全然少ないわ。まさかこれコロナの影響とかいいのかな。なことないよね。うわ、全然ないねこれ。更新、ああ、これはちょっとつらいな。ああ、すごい悪いね、あれ、あの通信が。この辺にしときましょうか。ミュンヘンまで。重さ見てなかった。あとね、10万ユーロ超えたんでね、もうそろそろもう1台トラック買おうかなと思ってますね。あ、待てよ、もう1台買えたのかな。ガレージ見ないといけませんね。ガレージマネージャー見てみましょうか。よいしょ。ガレージマネージャーね、ペチ。あ、もう1台いけるね。この人はちゃんと働いてくれてんだよね。あ、評価上がってるような気がするね。ボブ B さんね、 B がやたら多いですね。さあ行きましょう。 Time to hit the road. えい、で電気消して、パーキングブレーキね。でどうなったのこれ、こっち行っていいのかな。で、あ、出て右だね。 Turn right. えい、keep right and then turn right. で、ああ、この右手だね。ここだね。Turn right. This is where it ends. あれ、何言ってるか分かんない。This is、 私なんかウェルダンってみたいな聞こえるんだけど、肉焼いてるわけじゃないんだけどね、ウェルなんちゃらって聞こえるんですけどね。よいしょ。あ、違う違う、それじゃない。これだね。F2 キーとね、ちょっと、キーボードの2の数字のキーを押し間違えちゃいましたね。よっかいしょ。ほい。何キロ？もうめっちゃ短いでしょ、これ。あ、うわ、それでも294キロあんだね。あららら、200キロないかなと思ってたんですけど、これお金いくらだったかな？ちょっと見てなかったですね。よいしょ。止まんのね。ありがとう。ありがとうございます。で、いずれ左折ですね。あ、右折だね。ですから左のレーンにいていいんだよね。ガスは全然問題ないですね。あ、いや、行っちゃおう。あ、行けたね。行けたね。あの、青が点滅するのは黄色になるっていう、ま、黄色の黄色かな、黄色になるっていう前段階なのかな。ちょっと左行きましょう。うおお、当たるか。当たったね。 2% 食らっちゃった。最近乱暴になってきてんでね、運転がね。早速修理代が発生しちゃいましたね。で、この先で右折なんですが、このまま行くとまずいね。え、させてもらいましょう。Keep right. あの前の先の信号右折ですね。Turn right. はい。で、あとはずーっとひたひたまっすぐですね。おお。あ、ここ50キロだね。ああ、いや、伸びた。80キロ変わったね。あ、前のトラックがちょっと遅いかなっていう気がしてんですけどもね。
なのであのミキサー車もね左に行ったのかなと。あとでも右折しないといけないんだねこの後ね。うわすごいブレーキだ。なかなか加速しないね。抜いちゃいましょう。しばらくまっすぐだもんね。いやー次こそちょっとねトラック買ったら自分の車の車中のドレスアップというかねチューニングというかチューニングじゃないねチューニングとかしたいなと思いますね。そういや地上事態宣言が出ましたね。もう大阪も入ってまして、おかげでね明日予定していた息子の入学式がなくなりました。なくなったとか延期になりました。ね期限決まってません。これまた状況によって判断するんでしょうね。 Go straight on. そういう感じになってまして、いや大変だなと。もうこれうちの息子の年代は3年間できっちりできないよね。なんていうの額を納めることはできないよね。時間的にもう無理だから。もうね最低でも1ヶ月ゴールデンウィーク明けぐらいまでないらしいので、ねえまあいいのか悪いのかちょっと判断しかねるんですけど、まあ子供喜んでますけどね。もう夏休みが来たみたいなもんねもんだからね。下手すると夏休みに長いんじゃない。これ夏以降まで行っちゃうともうねどうなるのっていうような具合になるんで、まあそんなこんなで。ただね面白かったのが非常事態宣言に準備がいるんですよね。非常事態宣言を発令する準備を昨日やってたんでしたかね非常なのそれってあ、緊急事態か。緊急事態宣言だね。緊急じゃないじゃないっていう、それって緊急じゃないんじゃないのっていうね、ちょっと突っ込みどころがありましたけど、怖いなこれ。はい、まあ本当、まあこれはあれなんだね。100年前のスペイン風邪では100年前のスペイン風邪を勉強できなかったんだねっていう感じなのかな。まあ世界中そうだね。どこかの国がすごくできてる、あ見習わなければっていうところないですもんね。中国は中国でね小康状態になってると言ってるのがあだになってるんですよね今ね。観光地に、国内の観光地にもうみんな出かけてぎゅうぎゅう詰めって聞いたんでね、あいやいやいやそんなにそこまで小康状態になってないからっていうのが国の言い分みたいですけどね。もうちょっとちゃんと自粛してって言うんでしょうけど、きっとまあ溜まったストレスがね爆発してるんでしょうね。それはね私の親も見てても分かります。親に電話したらねもうほんとね年金暮らしですからもう暇で暇で仕方がないと、ね、まして親なんかねスマートフォン持つわけでもそうそうないですし、暇の潰し方ね、インターネットするわけでもないので暇の潰し方はおそらくね、知らないでしょうから、今のね今の暇の潰し方は知らないでしょうから、まあ今ね暇になっても大抵のことはね、まあ、ゲームしたりとかインターネット見たり YouTube 見たりとか、まあね私だったら自宅で仕事したりとかいうような感じでしょうかね。でね今日ね仕事があったんですけども、実はねで、まあ、社長がメインの仕事がありまして、で、あれでしたね、さすがにもう今日のこの事務所に来ないといけない仕事が終わったので、社長に自宅で在宅してくださいって言いましたね。もう正直ね私は自転車でね事務所行ってるからねまだ全然マシなんですけど、社長はねもうほんとね電車乗ってくるからね乗り換え乗り継い、2本乗り継いでくるのかな、
なのでもうそれちょっとやめた方がいいんじゃないのと、まあ社長はどちらかというとね、あの在宅はあんまりあのやりたがらないタイプなんですけどもね、事務所に来ないといけない、うわーごめんなさいはい、ごめんなさいっていうタイプなので、まあなかなかねあれだったのかもしれないですけど、まあもうちょっとね、かなりねうちの社長はやっぱり、かなり真剣に考えてますね、今回のコロナをね、ですからもうそれだったら休まれた、休むってわけじゃないんですけど、在宅された方がと、だっていい年だからね、Go straight on. やっぱりね、まあただまあもう私の友人の職場でも、職場のね違う部署とかでも感染者が出たという話が出てるんで、もうかなり身近ですよね、もうきっと、もう今数千人が感染してるんでしたっけね、1万人いってないんですよねまだね、1万人にいってたら、1億は1万の1万倍だっけ、だよね、あの国民のパーセント割合にしたら全然いってないのか、まあこれがねどんどんいくんでしょうけどね、アメリカなんかすごくいってますね、30万人も言ってますもんね、アメリカの数字を飲みにしてこれをみんな、日本にも当てはめると 1%？ 3億人でしたっけ、3億人でしたよねアメリカはね、確か3億人ぐらいいるんで、そのうちの30万人なんで、300万3000万、あら、あ300万3000万、あ1000分の1か、それでも1000分の1しか、1000人に1人っていうことか、そう思うと日本では1億人だから1000人10万人ぐらい行かないと、という10万人ぐらいいると思ってもいいのかな、まあまあアメリカさんほどじゃないとしても、まあ5万人ぐらいは実際は感染してんだけどしてないことになってるね、数字上ねしてないことになってるっていう、そういう感じなのかな、そうなんでしょうね、おそらくね、いやでも本当もう毎日毎日コロナですよ、まあね、ちなみに今日はねもうね一瞬コロナのこと忘れましたよ私はねまあでも真面目に、真面目って言うと変ですけど、仕事に打ち込んでられてる方は忘れてるよね、私もね今日はね事務所でねちょっとネットの障害出たんでね、それで取っかかりきりで2時間ぐらい使っちゃったんでね、びっくりしちゃいましたね、プロバイダーが障害出てましてね、いきなりネット繋がらなくなったんで、しかもそのネットを使ってしないといけない仕事とかぶったんでね、焦りましたね、はじめ何がダメなのか分かんなかったね、まあいろいろ試してるとプロバイダーが悪かったんだなということでね、そのプロバイダーが悪いかなと思って、そのプロバイダーのホームページも行けなかったんでね、でじゃあスマートフォン の公衆回線使って行ったらいいやと思って見に行こうとしたら、もうサイトが落ちてたんでね、ああプロバイダーのサイトが落ちてたんで、ああプロバイダーがプロバイダーがもう障害出てんだって、プロバイダー全体で障害出てんだということでね、もう仕方なく、あまあでもね別の手立てがあったんでなんとかなったんですけどね、Go straight on. はい、まっすぐね、あと68キロですね、そういえば昨日ねライブでね、懐かしいもののライブちょっとやってみたんですけど、びっくりしたのが海外の方からね、英語でコメントいただいたんでびっくりしましたね、まあお褒めの言葉だと私は Google 先生にね翻訳してもらったらお褒めの言葉だったんでね、よかったなと思ったんですけどね、まあなんか懐かしかったですね、まあああいうのもいいのかもしれないね、ただまあどうやって進めていこうかなというところで、まあ皆さんからもね少し意見をいただいてるんですけども、なかなかねという、まあちょうどね夏芸の方がね、もう夏芸がねもうやばくなってきてるんで、やばくなってきてるというか、夏芸はねもうスケベな方ばっかり出てきてるんでね、ちょっとね
困っちゃってるっていう感じになっちゃってるんですけど、なかなかね、これがまたどうしてと、いうような感じですね。もう88の方ね、夏毛の方はね、86年の12月ですか、次回から86年の、発売日未定をやると思うんですけど、もうなんかあれだもんね、本当にもう、おーっと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 大丈夫だね、本当ね、もうかなりもうアダルトな作品が目白押しでございます。かなり力つけてきてますね、アダルトの作品がね。それは間違いないですね。ですから、もうライブでやるのかなり危険だね。まあまあそれが楽しいのかもしれないけどね、私はドキドキなんだけどね、本当ね、もうそれを分かっててね、それを出さそうとするね、勢力もあるものですから、勢力って言っちゃったけど、もうね、本当に事故を起こさないようにしないとねと。あれ、ライブで危ないの出たらどうするんだろう。 YouTube 先生対応できるのかな。一応10秒ぐらい遅れてんだけどね、止まるのかな。いや、そんなことないと思うんだけどね。その辺どうなんでしょうね。あ、30キロ切っちゃった。オートドライブが効かなかったね。オートクルーズか。あら、あ、行ったね。いや、速度制限がね、いつ抜けるかなと思ったんですけど、50キロなのね。さあ、なんか高いのが出てきましたね。えらい高いのが。Keep right and then turn right. はい。次ライトですね。右折です。ああ、信号かかっちゃった。Turn right.あそこにあるのがすごい高いね。あ、そっかそっか、これ視界変えれないんだ。変えれないね。この頃事故ってもあれにならないのはいいよね。傷つかないのがいいよね。全然見えない。やばいやばい、突っ切れる。危ない危ない、よいしょ。信号引っ掛けちゃったね。お、怖いな、これ大丈夫。あ、対向車止まっちゃったよ。あ、止まらなかったね。いやいやいや、おお、これダメだ。ね、あれなんとか習得したいんだけどね、あの視点で走れるように。無理かな、あれはね。あれの方が絶対見てて面白いでしょ。私もね、見ててね、面白いと思うんでね、これね。おい、Here we are. Safe and sound. いかんでしょそれ、見えないわ。あ、今回楽ですねこれね。あ、眠気もマックスで。これでおいくらいただけますか。まだ、あ、行ったね。はい、終わりました。あ、でも20分だね。やっぱ早かったの早かったね。さあ、あー、この問題ね、お金いくらですか。あー、10時もいかなかったね。もうちょっとお預けかもしれないね。それじゃあね、この辺で終わっておきましょう。ユーロトラックシュメーターズ終わっておきます。どうもありがとうございました。